面白見聞録始まるよ。皆さんは大道芸ってご覧になったことはありますか？今風に言えばストリートパフォーマンスというか、まあサーカスのピエロやパントマイムなんかもそうですね。今回の山口面白見聞録は、日本古来の大道芸で活躍されているユニークで温厚な人柄のパフォーマー、風林亭駒助さんにお話を伺いました。こんにちは、風林亭駒助です。山口おもしろ見聞録 CM。 こんな感じでセッションをですね、やると、大変、まあ、喜んでいただくという、これはあの、同じやはりお客さんとの共有する空間といいますか、それを、設けてですね、そして一つの異空間といいますか、異空間を作ってしまう、それがその空間が、あの私も喜びだし、お客さんも喜んで、それがですね、もうちょっと口では言い表せないぐらいですね、快感なんですね。例えばこの南京玉すだれなんかはですね、あのこんな感じでやってるんですけれども、これはあの割と投げ銭興行と申しますか、あの路上で柳井市の場合は白壁の町並みというのがありますので、そこでやって、大体このもう1メートルか2メートルぐらいの距離なんですね。そこでですね、あの本日は、そぞろ歩きの似合う町、柳井にようこそおいでいただきました。市長市民に代わりまして、厚く御礼申し上げます。まあ、このように言ってですね、でこう始めまして、これはあのちっちゃいあのハモニカなんですけど、こんなんでも、とかですね、まあ、こんなんで、これあのこれで曲当てクイズをやるんですけれども、一回も盛り上がった試しがないですね、これはね。今私の芸の中で一番、なんて言いますか、あのその芸を見たんで、もう一度あれを見たいと言っていただける芸が一つだけあります。それはあの雨乞いの太鼓という、これはあの和太鼓なんですけれども、あの谷崎誠二郎で、今芸名発掘されてますんで、今の今福勝ると言ってますけれども、島根県に住んでる元御嶽座の太鼓地がいまして、その人が柳井に残っていた雨乞いという太鼓ですね、二人打ちで復元をいたしました。世界一の芸というのは自分にしかできない芸なんだよ。芸の中で自分どれだけ迫れるか、迫れた分だけですね、やはりいいものになっていくなっていう気がしています。だから本当に雨乞いやるときは自分も泣きます。山口面白見聞録。